デサント株式会社デサントは大阪市天王寺区に本社を置くスポーツウェアの専門メーカーであるスポーツウェアの大手メーカーの一社であり野球、ゴルフウェア、陸上競技用ウェア、サッカー用ウェア、競泳用水着、アルペンスキー用ウェアなどで有力なブランドを持つ日本国内のほか、中国、韓国、北、アメリカに進出している スポーツウェアのほか、介護、医療分野の製品開発も進めている。伊藤忠商事の関連会社である。企業スローガンは、デザインフォースポーツであり、スポーツを通して、人々の体と心を豊かにし、健全なライフスタイルを創造することを表している。第21回オリンピック冬季競技大会、2010年、バンクーバーオリンピックの日本選手団、公式スポーツウェアを手掛けた。 社名の、デッサントは、フランス語の、デッサントイコール格好に由来する。スキーウェア開発のアドバイザーだった、日本初のプロスキーヤー西村和義のスキースクール、デッサントスキースクールか、名前をもらったことから、マークの3本の下向きの矢は、スキーの基本格好である、自家格好、社格好、横滑りを表している。1935年、創業者の石本竹雄が、 石本商店を創業。1953年には綿布に防縮加工を施した野球用ユニフォームやトレーニングパンツを開発する。1958年2月に株式会社としての石本商店を設立。1961年、ブランド名であったデサントに社名を変更した。1964年には、 ワンポイントロゴを入れるきっかけ作りとなったゴルフウェアを皮切りにアディダス、その後アディダスジャパンが設立される全米体育協会公認ウェア、NCAA、ドイツのアレーナ、イタリアのフェラなどのスポーツブランドの日本での総販売代理店として現地からの輸入、提携を実施。1974年8月に鉄ンと商事株式会社と合併。 1977年3月に大阪証券取引所第2部に株式上場。1980年1月に大阪証券取引所第1部に指定替え。3月には東京証券取引所第1部に株式上場。現在は自社ブランドデサントのほかルコックスポルティフ、アンブロ、ランバンスポール、 などのブランドの日本販売元となっている。2015年4月、ダンロップスポーツとデサントは、スリクソンブランドのゴルフアパレル分野の業務提携を発表した。これによれば、企画制作などはデサントが行うこと、ウェアの販売はデサントが、アクセサリー類の販売は、ダンロップスポーツが行うこととなっている。2019年1月、ヒット株主の伊藤忠商事が、 近似の経営体制や経営方針に問題があるとして完全公会社の BS インベストメント株式会社を通じた株式公開買い付けを表明した。デサント経営陣の同意を得なかったことから伊藤忠商事は敵対的 TOB を実施し2019年3月に伊藤忠保有分を含め40%の株式を取得しデサントの拒否権を得た。 同年6月の株主総会をもって代表取締役社長などの役員交代を行う予定。水卓ダウンは2008年に発売された高い保温性を誇るダウンジャケットである。もともと2010年バンクーバー冬季オリンピックの日本選手団のために開発されたウェアである。生産している水沢工場が製品名の由来であり、ステッチをなくすことで 水分眼心を防ぐのが特徴をとっている。価格は一番安いもので8万円強であるが、売り上げは年々増え続けている。1960年代から野球ユニフォーム制作において様々な技術革新と斬新なデザイン、カラーリングを実施。1980年代には阪急ブレーブス、水の精を除く11球団でユニフォーム制作に携わった。 2017年現在は、オリックスバファローズ、この年より、横浜 DNA ベイスターズ、広島東洋カープの NPB3 球団に加え、韓国の LG ツインズのユニフォームも手掛ける。アリーナ、アレーナは、主に水泳用品のブランドとして知られている。もともとは、アディダスの参加にあった会社だったが、アディダスが自社で、アディダスジャパン日本国内の事業を展開するあたり、 その代償措置として、デッサントがアリーナのアジア、太平洋地域における事業権を獲得した。また、アテネ五輪水泳金メダリストの柴田愛がデサントの社員となっており、世界のトップスイマーによって構成されるチームアリーナの一員に加わっている。2009年4月に行われた競泳日本選手権では日本新記録が20個更新され、 うち13個がデサント製の水着を着用されて更新されたものである。アルペンスキー用ウェアに関しては1954年に進出、欧州ブランドが主流の市場であったが、1956年コルチナ、ダンペッツオリンピックで伊賀や千春が開店で銀メダルを獲得したことからスキームが起き、それに後押しされたことや内外の一流選手に着用してもらって、 アドバイスを受けたことなどから国産ウェアの開発が進み、現在ではスイス、スペイン、韓国のナショナルチームのウェアを供給している。また、アルペンスキー用ウェアの技術をスピードスケート用ウェアに応用。1980年レイクプラシットオリンピックでの五冠、王エリック・ハイデンの着用により一躍注目された。1984年から カナダスピードスケートナショナルチームのウェアを供給している。スポーツ関連のイベントとして1978年には日本で初めてのアマチュアスポーツの冠トーナメント8カ国対抗、デッサント陸上大会を開催したことでも知られる。現在も陸上競技のデサント TC サッカーの日本フットボールリーグへの協賛アンブロブランドでゴルフの男子ツアー マンシングウェアオープン KSB カップ女子のデサントレディース東海クラシックのスポンサーなどを行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。